依存。私が私らしく生きられないのは親のせい、家族のせい、社会のせい、世界のせい、宇宙のせいって、依存の人生だべ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だす、 Oh my god。 よっぴーとかぴよしかたかひろ、チャララン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 、ピゲ白髪まみれ、悟りマスターでございます。いやー、今日はね、ストレートにぶっこんでいこうかなと思うんですけどね、依存ね、依存。したったらその言い方じゃちょっと依存ね、ね、うどんみたいになっちゃったね。なってねえか。うん。まあさ、そんなことはさておき、今日のテーマ、依存っていうことよ。で、逆を言うと、自立ね。自立って何なのかしたら、自分を生きる、自分らしく生きるってこと。で、その逆は何かのせいにして、自分は自分らしく生きられないっていうね、そういう生き方をすると。この二つ、ね。今流行りのアセンション、ね。アテンションね。アテンション、ね。それも、自立と依存っていうね、この二つに二極化してってるぜっていうこと。で、このさ、もうさ、依存したらどこまででも依存できるわけですよ。ね。あ、まあオープニングでは言わなかったけど、お金のせいとかもそうですよね。やっぱりなんか、ね、〇〇のせいっていう。で、ヨッピーはさ、チャラ悟りワークで、〇〇のせいに全部しようキャンペーンみたいなね、全部〇〇のせいにしようキャンペーンみたいなさ、ことを提唱してるけど、あれはあえて自分が無意識の中で何かのせいにしてるっていうものを、ちゃんとまっすぐ見て気づくためのワーク、素直になるワークなのよ。で、何かのせいにしちゃダメっていうことを俺言ってるわけじゃないのね。そのことに自分で気づくっていうことが大事。で、気づいて、そのせいにしたくなったね、何か原因があるわけですよね。うん。もしくはその何かのせいにすることで、まあ、自分の中にある見たくない気持ちから気をそらせるみたいなね。いろいろあるよ。依存症って言われるものあるじゃないですか。ギャンブルとかさ、まあ、セックスとかもそうだろうね。アルコールとかね。うんうん。そんなのいろいろありますよね。うんうん。うん、別にいいじゃん、セックスって言ったって。何が？俺のこの冷え面で言うと、なんか違う意味に聞こえるって、やかましいわっていうね。またこれ一人で喋ってるからなんか恥ずかしいんですけどね。自分でテロップでツッコミ入れてますからね。一時期なんかうちの奥さんが入れてくれてるんじゃないかって説が上がったけど、自分で全部やってるわ。なあ。恥ずかしいわ、一人ボケ一人ツッコミで。そんなのもいいとして。でね、自立をしていこうって言った時も、どこまででも自立って続くわけですよ。ね。やっぱりさ、人って一人では生きられないから、何かとね、影響を受け合ってさ、与え合ってさ、その共存してるわけじゃないですか。だからね、ちゃんと自分で自分らしく生きるっていう選択をした上で、フラットにね、自分らしく生きてる人たちとつながっていくっていうのは、俺は依存だとは思わねえってこと。それは共存ってことね。うん。これが、ヨッピーがよく言う、ワンネスラブっていうね。あ、ちなみにワンネスラブっていうね、会社を立てることに、なりましたんでね。もうこれほぼ決なんでね。先にちょっと告知しちゃったけどね。ワンネスラブ、すごい自覚もバッチリ。ね。自覚とか結構気にする？気にするタイプ？そんなこともねえんだけど。そんな感じでさ、あなたは、もしね、なんかね、自分らしく生きたいって言ってるんだけども、ちょっと私こういうところ自立できてない、何かに依存してるような、何かのせいにしてるようなみたいなところがないかどうかを自分に聞いてほしいんだよね。で、やっぱりね、怖いんですよ、自立って。これめっちゃ怖い。私事でよければ、例えをね、リアルな例えをちょっとお伝えしたいんですけど、私お笑い芸人をね、まあ、10年近くやってまして、コンビをね、ずっといろんなコンビを組んできたので、コンビをね、変えるごとにも毎回毎回相方のせいにしてきた。滑るのをね。最低だよ、本当にね。で、ね、俺は頑張ってこんなにネタも書いて、こんなに練習もしてさ、相方の面倒まで見てるのになんでうまくいかねえんだみたいなプレイをしてたの。これなぜかっていうと、ね、そうすることで、自分がさ、ちゃんとこう自分を表現するみたいなことでさ、もし失敗したらどうしようみたいなことからこう、傷つかなくて済むじゃん。相方のせいに全部しちゃえば。悪いのは全部相方みたいなね、感じにしちゃえばさ、これ、あ、恥ずかしいね。でね、お笑い芸人辞めてね、2019年の1月に、いよいよね、自立して、R1 グランプリの1回戦に出場したわけですよ。もうね、人生のお笑いのステージの中で一番ド緊張して、ド緊張の中でね、もう戦場に出てくような、もうふわふわしたような感じで出たのに、ね、
なんか見事にハマってね、1回戦突破できちゃったっていうね、まあ一つの卒業試験だったかもしれないですよね。ただ僕のね、あの自立の旅っていうのはそこで終わらずにね、そっから1年ちょい後にはあのスピリチュアルサロンまた卒業してね、独立して、さらにこれからはもっと自分らしさを表現していくみたいな。でね、今はもう本当に素敵なご縁であの出会った資産家さんのおかげで、もう僕ね、お金のせいにもできないんですよ。お金のせいにして、お金がこれだと稼げないから好きなことやれないんですとかね、そういう言い訳もでもできない。どんどん僕素直になってってるから、あの自分は何かのせいにしてきたってことをね、全部見てってるわけですよ。で、いろんなことのせいにしてきたね。あのね、これってね、病気とかね、自分がこう太ってるとかね、あとはその会社の文句を言って会社のせいにし続けるとかね、あのご主人のね、旦那さんのせいとか奥さんのせいにし続けてさとかさ、僕のお笑いコンビのね、あの相方の人のせいにしたってかっていうの、お前ちょっと今鼻で笑っただろ。人のことを言えないかもしれないぞ。これはな、本当にあの自分をちゃんとまっすぐ見ていくとな、気づくぞこれは。だから、あの、YouTube とかさ、僕もね、YouTuber、一応、YouTuber って言えるかどうか分かんないけど、YouTube 配信してる人間としては、なんかね、言えたもんじゃないかもしれないけど、やっぱり見すぎ良くないですよ。いろんな情報でぐる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 しちゃうから。ね、お前ごとチャンネルだけにしとけば、ね、お前ごとチャンネルも、あの、当たりの回と外れの回もあるけどね。正直に自分で言っちゃってるけどね、そんなことね。まあまあまあ、そんな感じで、結局ね、このアセンションとかっていろんな言葉を使って、もうそういうスピリチュアルとかも横に置いて、どんな今時代になっていってるかっていうと、古い社会の体制がもう壊れていってるのよ。ね。で、資本主義みたいなのもどんどん崩壊していく。だから、そこにしがみつこうとかさ、安定してね、こういった、例えば大きな会社に所属してたら、ずっと安定してね、収入が得れるんじゃないかっていうのも、もうこれ幻想なの。うん。もうそれは破綻していくわけですよ。だからそこにあの僕が言ってるね、よく執着バッとしちゃうと本当に人生バッとみたいな。まあでもそれもね、その人の選択だから俺自由だと思うわけ。ただ俺は本当自立と調和、ワンネスラブの世界どんどん広げていこうぜ、ハートを広げていこうぜみたいなね。あ、これは乳首かね、どっちでもいいじゃん、ハートでも乳首でもさね。あ、そういえばね、こういうポーズね、こうやって手に当ててね、こうやって親指こうやって2つでね、ここで給油しながらね、あのね、ハートに手を当てるとね、すげえ至福感、超ワンネスラブ実感できるよ。急にね、ここで、ぶっこんじゃったけど、今一緒にサロンでね、活動してるメンバーがね、これ編み出して、これすげえなと思って、最近僕やってます、これね。まあまあ、そんな感じでね、依存ね、もう何でもこれ依存できちゃうわけですよ。で、僕もすごいいろんなことに依存してきた、もう中毒だった男なんで、思考とかもそうですよ、思考中毒ね。本当にね、思考ジャンキーになってんじゃねえしみたいな動画前に流したこともあったけど、もう思考だけじゃなくて、なんか病気とか体の不調とかも、もう自分がね、何かね、その不調があることで、自立しなくていい言い訳になってないかってこと？あ、結構ストレートに言っちゃったけど、あとは会社とかさ、なんかね、文句もそうだし、家族の文句とか、パートナーの文句とかも、全部なんかその相手のせいにしちゃえばさ、自分はもう自分を生きなくて済む、そいつのせいで自分は生きれないんだみたいな習慣の中で生きちゃってるのね。で、そこからね、ちゃんとまっすぐ自分をフラットに見て、手放し、解放、思い込みからね、解き放たれて自由になるっていう時には、もうずーっとこの僕のチャンネルでは言い続けてるけど、恐怖があるんですよ、そこから自由になるっていうね。あなたじゃあ好きに来ていいわよみたいな、もういい、もう分かったみたいなね、分かった、今までじゃあいろいろあったかもしれないけど、じゃあどうぞあなた好きに歌ってくださいみたいな感じで、急に振られると、みたいな、どうしようみたいな、何歌う、ああみたいなね感じになっちゃうね。今実際に何か歌おうとしたんだけど、本当に思いつかないね、歌がね。そんな感じでさ、なんかわかるでしょ、この話聞いててもなんかビンビン来るでしょね。最近結構ビンビン来ますみたいなね、話たくさん来てるんでね。この間なんかね、3ヶ月のセッションに申し込んでくださった方は、内観病オツみたいなね、結構僕がぶっ込んでった動画を見た時に、あ、これ私やないかって思ってセッション申し込んでくれたんだって。どれだけ素直だってことも、その時点でハート開いてるよね。そうやってちゃんと自分を見れるっていうところが素晴らしい。で、見れないと、もう本当に言い訳を何重にも塗り固めて、これがありのままの私なのみたいな、エゴのままのお前だよ、それは、つってね。そういう曲が流れちゃうぐらいの感じなんだけど、
エゴに支配され続けるね、何かのせいにしてずっと何かのせいにし続けるみたいなね、もう何かのせいにするのはやめにしようってぺこぱのね松陰寺も言ってるっしょ、本当にそれ、うん、だからまあどっちを選ぶのも自由だけど、依存と自立っていうのはやっぱりこう相反するものだから、やっぱり逆側を伝えると逆側も分かりやすくなると思うんすよ。うん、まあそんな感じね。体の不調とかも自分を生きたくないから作ってるっていうことを知っておくといいですよ。うん、まあね、慢性的な疾患とかは0から100で急にね治ったりとかすることでもないんだけど、ちゃんと自分をまっすぐ見ていくと叱るべきタイミングで絶対解放が起きるんで、うん、それはそれであなたにとって何かからあなたを守ろうとして命の力が、まあ、誤動作というかね、うん、してる感じなんでね、うん、誤動作、誤作動、どっちでもお好きな方選んで言葉はまあそんな感じでさ、命の力をさ、やっぱり最大限に可能性を開いてね生きるっていうことが自立、お前をお前らしく生きるっていうことだからさ、で個人調理とかそれにね役立つんで、けどね、毎回言ってるけど、お前さんがお前を生きようって気持ちがなければ個人調理だって全く届かないしね、そういうこと OK。 だからお前をお前らしく生かせるのはなお前だけなんだよってことを、うん、また今回もこの動画で言わせてもらいました。依存ね、いろんなことのせいに人はしてるからね、うん、でそういう時はね、でもこうだからだからってね、言い訳はね、マインドの言い訳はみんな一流、本当一流、本当に相当一流なんで、そこもね見抜いてってね、お前ごとの愛の眼差しでそのエゴの一流な言い訳見抜いてっちゃって、でその際にはリラックスね、体を緩めて、そっか私これが怖いんだなみたいな、ずっとこういう風に言われてきたから、それを自分に禁止してきたから、今更やってもいいよって言われてもできっこないって思ってるんだみたいなね、私はもう諦めてるんだったみたいな、そんなことをみたいな、のん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 、諦めないで諦めないでってことね。俺もいろんなこと諦めてきたけど、またいろんなことにチャレンジしてね、楽しんでやってってるからさね、いずれお前の前でガチでフルチンになってね、こうやってその時捕まっちゃうかもしれないけど、ちょっとそういうチャレンジはしないかもしれないけど気持ち的にはね、どん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 素直に、さらにハートフルオープンフルーティーン、シリガルゴッドで、もう唾が溜まってきちゃって、ちょっと喉に詰まりそうになっちゃった、ハートフルオープンフルーティーンのシリガルゴッドとしてお前と一緒にワンネスラブの世界を広げていこうって思ってるから、一緒に行こうぜってな感じで最後ご紹介いっちゃいましょう。オーマイグッド、チャンネル登録&いいねボタンよろぴこ願いぴまーす。依存と自立選べるのはお前だぞ。バイバイ。あら、癒し系の2匹でございますね今日は。このね、よもぎ、末っ子のよもぎちゃんと白モヒカン、チョビータね、チョビータ4も可愛いな。2人でベッドにいるね。ね、よいしょ。ああ、かわいいな。おやすみなさい。